ぷーわ、皆さんどうも、ケンティです。突然ですが、今日はベトナム、ハノイからお届けしております。今回は初のベトナムを一人旅してみます。でもって今はノイバイ空港から市内へタクシーで向かっているところで、ノイバイ空港からの鉄道はなく、バスかタクシーで約40分前後。大都市なのにアクセスがあまり良くないのは残念です。とりあえず今回のステイ先となるヒルトンガーデンインハノイにアーリーチェックインをします。ヒルトンダイヤモンド会員の恩恵もあって、なんとスイートルームにアップグレードしてくれました。めちゃくちゃ広くて綺麗で、なんだか一人では本当にもったいないくらいです。部屋からの眺めも良いし、これはせっかくだから何かテイクアウトして部屋でゆっくり過ごすことにしましょう。とその前にウェルカムドリンクのビールをいただくことにしましょう。なんだか幸先良い旅の始まりです。乾杯。まずは王道の観光地へ行ってみることにしましょう。最初に訪ねるはハノイ大聖堂です。フランス植民地時代に建築され、その後改築を重ねたカトリック教会。内部も見学することができて、ここがいかに神聖な場所であるかよくわかります。ところで教会の外にはあふれんばかりの十字架を扱うお土産屋さんが。需要あるんだろうか。それにしてもすごい数の十字架です。それにしてもハノイというかベトナムの交通マナーは悪いのか、これが普通なのか、信号が赤でも平気でバイクはやってくるわ。すごい数のバイクやら最初何度か死にかけました。気を取り直して、お次は大教会近くにある人気の揚げ物専門店でお酒を楽しみましょう。ベトナム語が全く分からず適当にオーダーしてしまい、かなりの量が出てきたには間違いない。とりあえずビールがあるから大丈夫やね。なんと突然のスコール。これぞ東南アジアの気候ですよね。すると軒先から雨よけがヒュッと。さすが準備万端ですね。バケツまで用意してある。さすがであります。さてこちらはどんどんオーダーを追加。なんやかんやこのソーセージが一番美味しかった。この雰囲気で飲むのなかなか良いね。バケツが気になる。夜も更けてきて大教会も良い雰囲気に。そういえばいつの間にか雨が上がっているね。ビールでグビッとできたし、ホテルに帰るがてらフォーでも食べに行きますかね。ハノイは広いので移動はタクシーが基本ですが、ハイシャアプリのグラブ、これが本当に便利で操作も簡単。行き先もルートも運賃もあらかじめわかるので、ハノイの旅行の際はぜひ。締めはハノイで一番美味しいフォーと言われているフォーティーンでいただくことに。どうやら日本にも系列店があるようですが、どちらかというとこってり系の分類で、日本人にも馴染みやすい味付けで、露天商みたくこの雰囲気で食べるのもまた良い。風情があるというか、ザ・東南アジアな感じだよね。ごちそうさまでした。ホテルに戻ってきました。夜の8時頃ですが、あたりはまだまだ活気にあふれています。せっかくなので部屋飲み用に何かあてをテイクアウトしますかね。ドリンクはホテルの売店でチョイスします。近くにコンビニないし、酒屋も割と早く終わっていたのでね。おお、夜景もなかなか綺麗ですね。この雰囲気でテイクアウトしたエビでグビッと。これ全部で6000円くらいで地味に高かったです。今回の旅最高級品でした。まあとりあえず乾杯。夜中の3時頃、さすがにあたりは人通りがありませんね。さて私も明日に備えて眠りに入りますかね。おやすみなさい。おはようございます。2日目の朝はヒルトンオーナーズの
特典朝食からスタート。ビュッフェスタイルでベトナム料理はもちろん韓国料理が多かったのが印象的。私はベトナム料理系でチョイスしました。カレーも独特な味付けで、これがなかなか美味しい。朝から嬉しいラインナップです。ヒルトンオナーズ会員の皆様、ぜひ一度ご賞味を。朝9時頃のホテル前、早速活気にあふれていますね。それにしても、バイクですよね。自転車みたいな感覚で、現地の人は乗りこなしているんだろうね。こうして、ぼーっと見ているだけでも楽しいですよ。オナーズ特典で、なんと14時までレイトアウトさせてもらえることに。せっかくなので、部屋で昼間からグビッとさせていただきます。ベトナムのビールは、アルコール度数が 4.5% くらいが多いですが、しっかりとした味で、ついつい進んでしまいます。そういえば、今日何するか考えていなかった。無計画で、思いつきのまま行ってみることにしますかね。どうも、計画するのが苦手だし。レイトアウトをして2日目の旅をスタート。またグラブでタクシーを呼んで最初の目的地やってきたのは、ハノイで最大の市場の一つ、ドンスアン市場です。ものすごい、すごすぎる活気で入るのがちと怖いですが、とりあえず行ってみましょう。なんだこのえげつない量は。どこまでもどこまでもこの雑多な感じが続いている。寝ちゃってるよ。もう全く商売気がないね。それにしても想像を絶する以上にすごいところだな。上野のアメ横とか全く比べ物にならないこの雰囲気と、あと何この独特の匂い。結構やられてしまいました。あ、ダメだ、臭すぎる。早々に市場から撤収しました。ふう、あの独特な臭さから脱出して新鮮な空気を求めて保安機へ向こうへやってきました。せっかくだからカフェでアフタヌーンティーでも楽しみますか。ガイドブックにも載っている人気のカフェ店を目当てに来たけど、ここが入り口なのかな。恐る恐る店内を進む。本当にここなの。マジでここだったわ。インスタ映えしそうな店内。最初にオーダーして2階から上の席へ行くシステムみたい。よく見たら中庭も素敵で、これまた映えそうな感じ。隠れ家みたいです。この店名物のエッグコーヒーとケーキで、つかの間の男一人アフターヌーンティータイム。自分で言うのもなんだけど、なんか似合わないな。店内はベトナムおしゃれそのもの。マジでインスタ映えするコーヒー店だと思います。アフターヌーンティータイム中は突然のスコール、タイミングが良かったです。雨上がりの散策を続けましょう。ハトさんも気持ちよさそう。ハトにもベトナム人っぽいような顔立ちとかあるのかな。ホアンキエム湖の真ん中に立つ玉山寺に行ってみましょう。あの橋を渡った先です。寺院というのはもちろんなんだけど、なんだかかここは中国のような雰囲気が流れています。この橋を渡ると本堂にたどり着きます。それにしても多国籍な観光客ですね。そしてここの名物が大亀の剥製。全長2メーターを超えるこの亀は、実際にホアンキエム湖で捕獲されたみたい。縁起物らしいけど、ちょっと不気味ね。神社仏閣には正直あまり興味はないんだけど、一応見ておこうかなとは思うよね。なんかすんません。玉山寺から眺めるホアンキエム湖。この景色に都会の中のオアシスみたいで、なんか魅力を感じるね。さてさて、まだ時間はたっぷりあるから、湖をもう少し散策してみましょう。C
市民の憩いの場のようなところかな。ランニングする人やカップルで歩く人、商売をする人、みんな思い思いに過ごしてる様子が伝わります。ちょうどあの辺りが昨日行った大教会かな。そう考えるとすごく広い湖なんですね。すごいな、このバイクの量は。まるでオートレースみたい。どんだけ来るんや。まだ来るんかい。ランニングの兄ちゃん、やっと終わりか。湖の湖畔でおしゃれなカフェを発見。なんとビールも置いてあったから休憩がてらいただくことに。それでは乾杯。黄昏時の湖畔、なんだか良い雰囲気になってきたね。ビールがよりうまくなる。雨上がりってのもなんだかディープなムードを演出してくれるね。これはいい感じ。まさに都会のオアシスとはこのことだね。思わずとっても癒されました。それではラストはあえてホテルまで歩いて夜の街を観察してみたいと思います。ハノイの象徴の一つでもあるオペラハウス、フランス調の建物は夜の街に溶け込みますね。それにしても思ったより歩いたな。噂通りハノイは広かった。でもディープな一人旅を楽しめて大満足。なんだかベトナムにはまりそうです。ということでハノイ一人旅はこれにて終了。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の旅でお会いしましょう。ありがとうございました。